共に喜ぼうではないか、共に楽しもうではないか。
生きようではにゃか。我ら名古屋おもてなし武将隊参り。戦国時代は今よりも寒かったということなんじゃな。へえって、ありがとうの。お主だけだ、ずっとわしのこと見てるやつは。名前なんて言うんじゃ。後ろにお前がいない。お前しかいない、赤い風呂敷持ったやつ。岩崎、これもしかして名古屋か。違う。なんで岩崎が多いの。いやいや、岩崎でおりますので、もしかしたら名古屋のものかなと思ったら、あれなんか広がっとるからな。確かに、全くの後の他人でございました。おお、言い方言い方言い方。よく来たな、よく来たな。わしに会いに来た。違うな、正直言うわけじゃ。キレイな名古屋に会いに来た。違う、お金もらいに来た。違う、もう一つ当てたね。いや、あいつの目的かわかりません。お金かわしかも女がしかないですから。違う違う、それは我らだけじゃ。不純な気持ちを持っておるのは。上様、そうじゃな。みなみな、拍手で答えてくれ。いや、拍手で答えさせてならんのじゃないですか。いや、ここに勤めてくれておる者はやはり城を見に来てくれたんじゃろうな、きっと。お城が好きだよってものは。お城好きだよ。いや、いっぱいおるわな。嬉しいな。城の名古屋城もな、この時期はなんとな、もう梅
南から見てな、左手側にはファイリングがござって、うん、上が見頃を迎えておるわけじゃな。そして1ヶ月後には桜がここを満開になるという。そうなんじゃよな。ゆえに誠に春夏秋冬を楽しめる中でも、やはり春の季節というのは梅であったり桜であったり、もう少しすれば西であったりと、さまざまな花々がな、本当に毎日違う景色を見せてくれるがゆえに、たまたま小谷が初めて参ったよっちゅうものは梅見てもろって、まあ、4月の頭に桜見てもろうせと、いつとも来てほしいなとわしは思う限りなんじゃな。え、初めて来たよっちゅうもの、改めて。いや、名古屋市初めて来たもの。遠くから来たよ。初めて。あ、な、じゃあ海外だよって。海外から来たよ。異国のものは顔見たらもう大体わかりますよ、ゆえに。異国はあと、おじき、異国語のもの、異国のものって聞いても日本語じゃとわからんか、異国のもの。Who are you? お前誰？それお前誰だから。 We are from だよ。 We are from。 We are from。 We are from Japan。 そう、いや、それいつもわしがやったらおもてなし。 We are from。 もう名古屋城の魅力も知ってほしいんだが、わしらはこの名古屋城を拠点に今年で結成14年目ということで、土日祝日に火曜の演舞というものを披露して、まあみんなにこのものの不文化であったり、そして名古屋をより好きになってもらおうということで戦働きに励んでおる。まあちょっとな、このベシャというところは面白おかしいおじいちゃんたちかなと思ったかもしれんが、まあ今年入ってからでも結構遠征もいってるのさ、秀様。そうじゃな、タイの地であったり、お主がちょうどな、タイのバンコクにわしは、異国に参って、蝦夷は北海道、福岡、そして琉球王国であったりと、仙台であったりな、今年入ってからでも数多く遠征があるということで、皆が住んでる地域にもわしらが行くことがあるよということで、今な、神河祖隊がな、後ろで瓦版現世のパンフレットなるものを配っておるがゆえに、我らの戦ぶりぜひとも見てな、調べてみてほしいなと思うんだけど、皆々に一つ知らせた危機があるわけじゃ。何じゃ。我らこのように演舞を通して物の布の武田喫茶を広めてありだって あったりだとか、他にも何じゃ、演目と申して小田はやらんかったんじゃけども、歴史が簡単に分かる、まあ、いわゆる数劇を持って皆々に歴史って面白いんじゃよってのを伝えておるんじゃけれども、なんと3月の25、26に舞台公演が行われるわけじゃ。さあ、気になるお値段でござるか。まあ確かにな、名古屋城に入るのには500円で我らは内容の方が気になるじゃん。いやいや、お金はね、全部タダでやろうと思ってる。そうそうそう、こたびは大きな箱借りるで、ちょっと減りかかってはあるんだけど、わしだったら全部タダで見てもらうよ。ああ、そう、わしだったら。じゃあ、そうじゃあ、ちょっと経費に交渉すれば安くなるかもしれない。わしを頼って言うと、ちょっと値引きがあるかもしれない。わし割引。ああ、割引あるのええなっちゅうことで。わしと写真が撮れるとお金がついとる。はい。まあ、まことに歴史の面白さであったりだとか、物の文化の面白さに加えて、こたびは軍略家、脚本家が西田シャトナーなる劇作家、有名な劇作家であるがゆえに、この舞台としても楽しめる、戦国としても楽しめるものになっておるがゆえに、こたびの我らを初めて見たもの、そして行くのが来たけどまだ剣買っておらんよちゅうものは、ぜひとも必ずや主らを満足させるがゆえに、ぜひともな、主ら今もらったな、パンフレット瓦版を持って調べてみてしょ、後ろに書いてあるでな。そうですよ、うん、よし、告知は以上じゃ。堂々と告知言ってるんですよ。そんなもっと上手にやるわけでございますよ。この二人もの堂々とするべしじゃよな、秀吉な。どっちも、どっちも、ああ、拍手してくれ。やむやにさせてくれ、ここは。さすが秀吉様。やむやに。さあ、それでは我らはここで、みんなをもてなした証をお願い。写真撮影の儀じゃまずは正面から陣形を組んでまいるがゆえに、主らのからくり聞いてわしらを写し奥がよい。まず正面からいざ開始。わしゃわしゃ撮るがよい。1つ、はい、3つ、はい、4つ、はい、5つ、はい、しまいじゃ。よし、無理はこちゃ。さあ、目線が欲しいものは手をくれい。1つ、はい、さあ、3つ、4つ、買おうか、5つ、しまいじゃ。買おうか、買おうか、気のせいか、いや、気のせいじゃったらどんだけ視界狭い。
さあドーン、我らの姿を見てよい。いい、よいつつ姉妹じゃ。撮った写真はな、名古屋おもてなし武将隊とのろしをあげる、すなわち拡散ということを行い、皆様以上でございます。あ、はい、じゃあ、おいからは次は我ら武将隊と、いや我らモノログと一対一で撮れる写真撮影の日第2弾じゃ。さあ、こちらの方は、こたび出陣の3名の武将、いずれかと、共に写真が撮れる刻を設けてまいる。その際、諸注意がござって、観光等で参って、時間がなき者、異国の者、体が不自由な者、疑惑を宿しとる者、優先的に写真を撮ってまいりたいと思う。時許す大人の者たちは、かような者たちに列をお前の方に譲ってやってほしい。では、この場にてそれぞれ一列列を作ってまいるゆえに所望する。